本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまよりウィメンズプロレスリングアッセンブルの記者会見を行います。なおこの会見の模様は各選手各団体の SNS で生配信されております。会見をご覧の皆様もご視聴いただいている皆様もこの会見最後までどうぞお楽しみください。それでは早速参加団体各選手の入場でございます。まずはじめに北斗晶、マーベラス、いろは匠、長与千草、堀田由美子、アスカ、五角同盟ダンス松本、仙台ガールズプロレスリング里村芽衣子、橋本千尋、ジードリング高橋七重、マリン万事、以上本日の会見参加選手でございます。それではまずはじめに北斗晶から今大会の趣旨概要の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。まず会見を始めさせていただきます前に、日々コロナウイルスと戦い続けてくださっています医療従事者の皆様に心より感謝申し上げます。失礼ながら着席させていただき会見を始めさせていただきます。それでは皆様もご着席ください。本日はコロナ禍でご心配もある中、会見にご参列くださったマスコミの皆様、ただいま SNS にて配信をご覧くださっているファンの皆様にも感謝申し上げます。僭越ながら、本日半数以上の日本の女子プロレス団体が集まり、普段が関わることのない団体も力を合わせ、このコロナ禍に立ち向かっていく共闘組織アッセンブルのご紹介をさせていただきます。北斗晶でございます。本日はよろしくお願いいたします。ことのきっかけをまず話させていただきますが、今年35周年を迎える私の同期、堀田由美子選手記念大会に向けて、私も陰ながらお手伝いをさせていただいていた矢先
皆様もご存知の通り、世界中にコロナウイルス感染症が蔓延、堀田由美子の記念大会もこの影響で中止を余儀なくされました。私は女子プロレス界を引退してすでに18年の月日が経っておりますが、先輩方をはじめ同期後輩、たくさんの仲間に恵まれ、現在も縁が切れることなくお付き合いをさせていただいております。その中で先輩の、長与千種さんをはじめ同期の堀田由美子選手、私の現役最後のパートナーでもありました尾崎真由美選手などに、現在の女子プロレスの状況を聞き、いろいろと話してきました。このコロナ禍の中、現在スポーツ界、エンターテインメント、人が集まる娯楽者は世界中で大ダメージを受けています。女子プロ界もその一つです。先日も報道されていた通り、数社の女子プロレス団体からコロナ感染者が出てしまい、開催直前での興行中止という本当に苦しい決断を余儀なくされていました。現在の女子プロレス界は、主に小さな団体が若い選手を抱え育てながら力を振り絞り、なんとか頑張っている状態です。小さな団体が試合会場を抑え、高い会場費を払っても、ソーシャルディスタンスと会場の規定により、お客様は、1000人の会場ならば半分ないし、その3分の1しか入れることはできません。その上、コロナウイルスの影響で実質会場に足を運んでくださるお客様も減っているのが現状であります。この、状況で1大会を開催するのもとても大変です。そこでこんな状況だからこそ、普段手を組むことのない小さな団体が力を合わせ、このコロナ禍を乗り切るためにやってみようという話が一部で徐々に上がり、それが1ヶ月という短期間で、現実となり、本日会見をさせていただく運びとなった次第であります。この組織名のアッセンブルとは、集まる、組み立てるという意味ですが、決して全ての女子プロレス団体が加盟されているわけではありません。本日会見には出席されていませんが、アッセンブルに、加盟されている団体さんもこのほか3社あります。もちろん現在のコロナ禍の中で加盟することを見送られた団体さんもあります。また自社で共闘しなくてもしっかり興行をやっていける団体さんも中にはあります。今後様子を見て加盟される団体さんもフリーの女子選手もまだまだたくさんいます。だからといって、本日集まったこの団体の、代表者の皆さんが自社で興行をできないわけではありません。今はこのコロナウイルスと共存を余儀なくされた中で、急な大会中止や、会場を抑える困難、いろいろと苦しい状況の中で、1試合でも多くリングで戦うことができるよう、自社だけで大会をするリスクを少しでも軽減することを目標に取り組む組織がこのアッセンブルであります。小さな団体が結束することで、コロナウイルス対策の知恵を出し合い、意見交換などでよりお客様に安心して女子プロレスを楽しんでいただける状況を作り出すことに力を入れていきます。一つの団体では一つだった知恵が、これだけの団体が集まることでたくさんの知恵が生まれ、すでに相乗効果になっております。そして簡単ですが、このアッセンブルのマークについてお話しさせていただきます。ご着席ください。ご自分の席で、このアッセンブル、このアッセンブルのマークのモチーフになりましたのが、カラカサ連番状、これは皆さん見たことがあるかもしれませんが、昔農民と幕府の戦いの時、農民たちが結束をし、その証に書いたカラカサ連番状がマークのモチーフになりました。歴史的なことをお話しすると、長くなるので簡単に説明させていただきますが、これが意味することは、誰が上でもなく下でもなく、始まりがどこで終わりがどこかわからないようになっているということです。本日は私の大先輩でもあります長与千種さん、ダンク松本さんもご出席されていますが、一番若い、選手ですとフリーの飛鳥選手21歳もいます。つまりアッセンブルは上も下もなく、みんなが平等だということ、そしていつ終わりが来るかも正直わからない状態でございます。
コロナウイルスの収束の暁にはこの組織もなくなるかもしれません。ですが一大会で終わるのか、半年続くのか、1年続くのか、アッセンブルは今日を今を一生懸命生きる、そして世間の流れに合わせて形を変え随時変化していくことも必要かと考えております。その都度教頭団体のみんなで話し合い大会を組み立てていく予定です。アッセンブルは、加盟団体の中からスケジュールが合い試合に出られる団体で一つの興行を組み立てる通常のアッセンブルの他に、ダンク松本さんを筆頭にスーパースターの選手やキャリアの長い現役選手の提供試合ホールオブフェイムエディションを組み込むことや次のスター候補の試合アップ&カミングエディションなども開催ができたらという案も続々と出ております。そして第1回大会の開催も決定いたしました。後で詳しく司会の方からご案内させていただきますがアッセンブル第1回大会は10月1日木曜日東京の上野恩賜公園野外ステージにて午後5時開始です。平日しか会場が抑えることができず午後5時開始で興行としては悪条件ではありますが試合開始の前に各団体の大将がリングに上がりくじ引きをします。このくじ引きにて試合の出場順を決定する。これもカラカサ連番場をモチーフにしたアッセンブルの見どころの一つです。各団体が決めた対戦カードは今後随時発表いたしますが試合に出場する順番が当日のくじ引きで決まることで新人選手がメインイベントに出る可能性もあります。また逆に名前のある人気選手が1試合目や2試合目に出場する可能性もあるわけです。ファンの皆様にはご贔屓の団体や選手がセミファイナルやメインイベントで試合ができるように試合前の大将たちのくじ引きにもぜひご注目いただけたらと思っております。チケットはこの会見が終わり本日16時より各団体のホームページまたはアッセンブルホームページにて一斉に発売いたします。よろしくお願い申し上げます。また試合以外にも今後はファンイベントや数年前に仙台ガールズさんの仕切りでやった、女子プロレス運動会が楽しく、選手もお客様もとても喜んでいたと聞きましたので試合以外でも女子プロレス運動会のようなファンの皆様に喜んでいただけるイベントもアッセンブルでやれたらと思います。もちろんある程度コロナ収束の兆しが見えてこないとこのようなイベントの開催も難しいかもしれません。まだ、アッセンブルは未知の組織でありますが私以外にも、OB の山田敏夫さんや、ダイナマイト関西さんなどが、現役選手のために何か力になれればと大会に向けての準備に一生懸命に現在も動いて、くれている OB の方もいらっしゃいます。今後もアッセンブルの応援に来てくれる OB も増えてくると思います。本日は一 OB ではございますがどこか一つの団体が先頭に立つのではなく一番中立な立場として私ごときで申し訳ございませんがアッセンブル発足のご説明の大役を私本田明が任せていただきました。最後に私個人の意見ですが日本の女子プロレスラーは世界も認めるほど技術がとても高いです。その中でも技術よりも見てほしい女子プロレスラーの本当の魅力は攻撃することではなく、やられてもやられても必死に立ち上がり華麗に立ち向かう姿だと私はずっと思って現役中もやっておりました。今こそマスコミの皆様のお力や SNS を通じて世界中のコロナウイルスと戦う人々に元気と勇気を与えやられてもやられても必死に立ち上がる姿を華麗に立ち向かう姿を今だからこそ力を合わせることの大切さをアッセンブルを通してここにいる選手たちで世界中のみんなに見ていただけたらと思っております。なぜならそれができる選手たちだからです。どうぞ今後とも女子プロレスの応援をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは各団体選手に一言お願いいたします。まずはマーベラス皆様、本日はお忙しい中、このアッセンブルにお越しいただきまして本当に感謝申し上げます。そして、
て SNS をご覧になっていらっしゃる皆様、ありがとうございます。この混沌としたプロレス界で必死に各団体もがきながら一筋の光がやっと見えました。アッセンブル、この時だからこそこの奇跡を心から称え、そして、私たちにできることを精一杯やらせていただきたいという気持ちでおります。どうかこの奇跡的な瞬間がずっと長く続いていくものでありますよう心から願い祈り、本日よりアッセンブル参加いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きましていろは拓海選手。こんにちは、いろは拓海です。本当にこうやってたくさんの女子プロレス団体が今集まり、きっと交わらない団体とも今こうやって一緒の会見をしてるんじゃないかと思います。本当にコロナウイルスの影響でマイナスなことがたくさんあったんですけども、このように今記者会見している通りたくさんの団体が今ここに集まってる、それだけでも自分は少しでもプラスになったんじゃないかなと思います。そして、10月1日から始まるんですけども、こうやって OB の先輩方、関係者の皆様がたくさん力を合わせてくださって、開かれるこのアッセンブルでしっかり女子プロレスを今まで以上に盛り上げられるようにたくさんの人に女子プロレスを伝えていきたいと思います。しっかりマーベラス女子プロレスも、一番目立てるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして尾崎アカデミー尾崎萌実選手。尾崎アカデミー女子プロレスの尾崎萌実です。SNS 見てるみんな元気か。数ヶ月前、まあ、ちょっと前ですよね、北斗さんから連絡いただいて、この興行の経緯をいろいろ話したんですけども、まず一つ一番最初に思ったのは北斗晶やっと出てきたかと。北斗さんは皆さんご存知の通り、誰の引退興行も来ない、周年興行も顔も出さない、きっと女子プロレスにはずっと関わってこないんだろうなこれからもって思っていた矢先、私が一番驚きました。でも断る理由はありません。私は北斗晶が大好きです。これから一生懸命一緒にやっていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして T ハート堀田由美子選手。皆さん本日はありがとうございます。T ハーツという会社を設立し、そしてフリーの選手をまとめることに、なりました。今回北斗が私 その先ほども北斗が言ったように35周年を全面的にバックアップしてくれるという話から、女子プロレスというものを北斗だけでは離れていって18年後にやっとこの女子プロレスというものに関わってくれて、そして女子プロレスの今の現状というものを見たときに、やっぱり私が助けなくちゃっていうこの姉御肌、昔からの何か困ってた人に助けるというか、なんかそういう女子プロレスに私は恩返ししたいっていうのを多分ずっと思ってたの
と思うんですね。でその中でこうやって温度を取ってくれて、このような素敵な団体さん、たくさん今まで集まれなかった女子プロレス、それをこのようにみんなが力を合わせて頑張ろうと、今の時代だからこそ、ね、立ち上がろうと言って、このみんなの熱い気持ち、女子プロレスに対する熱意のこのみんなが集まったら、多分相当すごいことになると思ってます。はい、で私はフリーを担当させていただくんですが、フリーだからといって、私は容赦しないし、本当にこの後ろにいるアスカ選手、本当アスカには本当期待を込めて、ギャフンと言わすぐらい頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてアスカ選手、お願いします。はい、今回堀田由美子選手の大推薦を受けまして参加させていただきます。日本初のジェンダーレスプロレスラーフリーランスのアスカです。私自身ちょっと日本の社会のセクシャリティに対して思うことがありまして、まあ、正直なんかこう私自身もメディアとかにこう出演させていただくときとか割と笑いを求められたりとか、なんか面白いエンターテインメントないですかみたいなこと聞かれるんですけど、私自身そういうことを考えたことがなくて、一女子プロレスラーとして女性として今も懸命に生きて、リングで命を懸けて戦っているので、なんかこのアッセンブルさんのリングではそういう色物としての 目ではなく、一人の女子プロレスラーとしての私の戦いっていうものを見せていければいいなと思っております。ありがとうございました。続きまして極悪同盟ダンプ松本選手、お願いします。極悪同盟ダンプ松本です。よろしくお願いします。自分はですね、2、3日前にちぐさから電話がありまして、あ、デートの誘いだな、やったなんて思ってましたら、こんな真面目な話をしていただき、アッセンブルとかいろんな横文字が入ってて、そこは聞いてないふりをしてたんですけど、何しろみんなでやりたい、みんなで何かをやる、僕と中心にみんなで動くっていう話を聞いて、やっぱり今はそれが必要だなと思い、2つ返事をしました。どん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 やっぱりプロレスに花を咲かし、花火をあげたいってずっと思ってきたので、すごくみんなでやったら花火が上がるんじゃないかなってすごく思ってます。それと自分的には、あれ、ここの団体は入るのにいそうなのにいないの、え、ここの団体は来そうなのに来ないの、え、やっぱりここは来ないんだって思いながら、一番びっくりしたのがオズの尾崎が入ってることにびっくりしました。尾崎が成長したなということで、すごく今嬉しいです。若い頃一緒に遊んでたからね、こういうところには絶対来ないだろうなと思って、それだけでも進歩じゃないかなと思っています。頑張りたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして仙台ガールズプロレスリング里村芽衣子選手、お願いします。生配信をご覧の皆様、仙台ガールズプロレスリング里村芽衣子と申します。こんな時だからこそ立ち上がろうということで指揮を取ってくださった北斗晶さん、はじめ長内草さん、そしてお集まりいただいた大先輩方、そして現役の選手、こんなチャンスはないなと思っています。昔女子プロレスを見ていたけれども、今は離れてしまったというファンの方も多いと思います。私はですね、ガイアジャパンという団体から今仙台ガールズという団体で25年ずっと現役でやり続けている中で、だいぶ選手も様変わりして時代も変わってきました。ですがここで女子プロレスが一つになれるっていうことは、今の若手にとってもチャンスですし、うちは平均年齢が選手が19歳なので若い選手がたくさんいるんです。その中でもっともっと若い選手はチャンスをもぎ取りたいと思いますし、
今の若手にちょっと足りない弱肉強食っていうところを学んでもらいたいなと思いますし、そしてこの時代だからこそ絶対負けてらんねえっていうその気持ちを戦いを通して世界中の皆さんに伝えていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして橋本千尋選手お願いします。皆さんこんにちは、仙台ガールズプロレスリングの橋本千尋です。記憶にも記録にも残る女子プロレスをアッセンブルのリングで自分が本物のプロレスリングを見せていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてシードリング高橋七重選手お願いします。こんにちは、パッション。YouTube でもご覧いただいている皆さん、お集まりの皆さん、本日はありがとうございます。シードリング代表高橋七重です。私自身はただいま欠場しているんですけれども、シードリングの一番熱くて一番刺激的なプロレスを、やっぱりこうやってたくさんの団体が集まるという貴重な機会に、やっぱり一番目立つぞとか一番取りたいみたいな、そういう気持ちがビシビシ感じられるような大会になることが理想だと思いますし、その中で皆さんの心にバシッと届くプロレスをここにいるよしこはじめ選手のみんながやってくれると信じています。先ほど北斗さんがやられてもやられても立ち上がる、そんな姿を見せたいとおっしゃっていましたが、まさにシードリング、それをキャッチコピーとしてやっています。やられてもやられても立ち上がる、それは君の人生と一緒だ。見てくださる皆さんもいろんなことがある中で、プロレスと出会ってくださって、力をもらいに会場に来てくださっていると思うんですけれども、そんな姿をこうやって、もう 私からしましたら、全日本プロレス時代の大先輩も関わることもできなかった北斗さんをはじめ、こうやって一堂に返すことができてとても感謝しています。私も全日本女子プロレス最後の 3W チャンピオンとして何かを残せるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きましてよしこ選手。どうも、女子プロレスラーのよしこです。アッセンブル、うちが面白く料理してやるぞこの野郎。女子プロレス、ここにありっつうのをしっかり見せてやるから、てめえら楽しみにしとけよ。そこんとこよろしく。ありがとうございました。それでは続きましてピュアジュ、コマンドコリスにお願いします。こんにちは、本日お集まりいただいたマスコミの皆さんありがとうございます。そして動画を配信を見てくださっている皆さんありがとうございます。ピアジェ女子プロレスのコマンドゴリショイです。アッセンブル、北斗晶さんはじめ諸先輩方、本当に、素晴らしいアイデアをたくさん持ってきて、くださって、感動しました。一緒に、何かを作り上げていけるということは本当に嬉しいことです。女子プロレスが世界中に元気を与えられるように、魅力ですがピアジェイも、頑張っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それではマキマリ選手。ピアジェイ女子プロレスのマリマリです。よろしくお願いいたします。今回このようにたくさんの団体が集まるということは普段なかなかないことですし、大きなチャンスだなと思っております。ピアジェ女子プロレスももっともっと注目してもらえるように頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。ご質問のあるマスミさん挙手をお願いいたします。今マイクが行きますので。週刊プロレス松川と申します。北斗さんにお伺いしたいんですけども、10月1日に最初の大会が行われるということなんですが、これはどういう形の大会になるというイメージでいらっしゃるでしょうか。はい、
代表してちょっとお答えさせていただきます。普通一つの大会をやるときは、いつも共闘されている団体さんと違う団体と違う団体の選手が組まれて試合をしたりしますが、今回は、アッセンブラーのこのコロナ禍を乗り越えるということもありますが、やはりプロレスですし、各団体さん自分の団体が一番だと思って戦っていると思います。それは間違いありません。その中で、各団体さんが今回は5団体さんと、1フリー の選手、堀田が仕切る T ハッサンが出られますが、その中で、自分の団体の試合を1試合ずつ提供していただきます。ですので、多分どこもくじ引きの時点で、メインイベントセミファイナルを取りたいという気持ちもからも戦いが始まると思いますし、またどこよりもうちの団体がすごいんだっていうふうにどの団体の選手も思うと思いますので、結果よしコロナを乗り越えよう頑張ろうという気持ちがあるのは当たり前なんですが、それ以上にうちの団体が一番だっていうのを見せる、大会になるのではないかと私は思っております。はい、続いてご質問ございますでしょうか。今の北斗さんの方から、大会は各団体の提供試合になるということがおっしゃられましたけども、今日いらっしゃっている団体の代表の方、それぞれどんな試合、どんなプロレスをお見せたいかというものをちょっと一言ずつ聞かせていただければと思います。各団体全て持ち味カラーは全部違います。例えばマーベルコミックのヒーローたちのようにそれぞれがそれぞれの特殊能力を持っているのと同じように各団体にも違うエッセンスがあります。一つの大会でいろんな試合が見れます。その中でどの試合を持っても心に残っていく、あるいはまた来たい、あるいはまた見たいと思わせられる試合を望んでいきたいと思います。先ほど北斗晶が申し上げてましたが、やられても立ち上がるのは私の流儀です。だからこそみんな同じ気持ちで強い気持ちでこのアセンブルに集まったんだと思います。それぞれがベストマッチをしてくれることだと思います。どうか楽しみにしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。そうですね、他と違うのは社長尾崎真由美がヒールっていうことなので、そういう試合楽しみにしてください。はい、T ハーツはフリーを集めてフリーの選手たくさんいます。その中で今私本当にアスカだけしか声かけてません。その中で今ここで見てるフリー選手がいたら私も出たいという人がいたら私に連絡ください。そしてフリー選手はフリーであっていろんなこと自由にできちゃう、もしくはいろんな団体にも逆に殴り込みにいけてしまうというこの強みがあるということで、ちょっとこうかき乱していこうかな。それに賛同するフリー選手ぜひ私に一報ください。いや自分団体じゃないんですけど、そうですね、
やっぱり今まで見に来てたけども最近は見に来てないっていうお客さんがいっぱいいると思うので、そういう人たちに、あ、まだダンプやってんだと、ちぐさくやってんだとかと思ってちょっと来てくれて、で他の人の不安になっていただけたらもっともっと客が増えると思うので、一人でも一人の人に名前を覚えてもらえるように、後輩が一日一人不安をつかめるようにいじめたいと思います。よろしくお願いします。名前を覚えて頑張ってほしいです。はい、仙台ガールズ里村です。うちの選手はですね、いつどこで試合をしてもどこにも負けないという自信はあります。ただお互いの実力もプロレスも分かっておりますので、選手が出た際には他の団体よりもしょっぱい試合をしたら許さないぞという厳しい目を持って見ていきたいと思います。はい、シードリングは分かりやすく言います。石橋のゴツゴツの激しい熱いプロレスをお見せします。よろしくお願いします。はい、ピュアチェイス女子プロレスは、前身の JWP から変わらない、ピュアハート、ピュアレスリングをモットーに戦っています。今、ピュア J は新しい団体で新しい選手が増えてきています。若い選手にどんどん戦いの場を与えて、ピュアハート、ピュアレスリング受け継がれてきたものを見せていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、どなたかご質問ございますでしょうか。ご質問よろしいでしょうか。はい、じゃあ今マイクを置きます。マスカさん、こちら後ろに、スターダムアイスリボンウェーブさんのロゴというか看板があるんですが、この3団体はどういう形になるんですか。私が代表してお答えさせていただきます。実は、8月の17日、もっと多くのほぼ全団体が集まる、女子プロサミットのようなことがありました。水面下でそこで、このアッセンブルのお話をさせていただきまして、冒頭で私がご挨拶させていただいたように、今現在は、コロナ禍の中で共闘されない団体もあります。ですが、加盟はしますが今はこういう状態なので試合の参加は控えさせていただきますという団体さんもあります。もちろん、共闘しなくても自社でしっかりやっていけてるこの大きな団体さんもありますので、全部ではないのですが、後ろにある、団体様は 3社の団体様は加盟をされております。ですので今後、コロナのこの状況にもよりますが、もしかしたら、この今いる団体さんと同じように試合にスケジュールが合えば出てくる時もあるかもしれません。また試合はしなくてもファンイベントなどに出て当たったら出ますよという団体さんもあるかもしれません。アッセンブルというのはちょっと簡単に説明させていただきますと、私のちょっと冒頭の言葉が足りなかったかもしれませんが、決め事などはありません。このコロナ禍を乗り越えていこう、みんなで頑張っていこう、はい、いろんな本当各団体が一つで会場を取ると本当多額のお金がかかったりするので、みんなで会場費を出し合ってこの一つの興行をやっていこう、そんな団体であります。
それとご質問とは別なんですけど、一言付け加えさせていただいてもよろしいでしょうか。巷では北斗晶が女子プロレス団体を設立するという噂も流れているようです。中には復帰するんだってというようなお話もありました。その中で、私のちょっと立ち位置なんですけど、何になるんだろうと、先ほどあの大先輩をはじめ仲間や後輩の皆さんが私の名前を、お話の中で出していただきましたが、私の立ち位置は、正直 OB の、大学で言えば OB の一人だと思っていただければと思います。OB が、現役で頑張っているその選手、今頑張っている選手を、応援できる限りしたい、そういう感じで今後も私は応援していければと思っております。その中でも私以上に今日実はこの画面には映っていませんが、山田敏夫元選手、元選手なんかはとてもそのコロナ対策などでも知恵を貸していただき、すごく動いていただいてます。またこれからも手伝うよって、現役選手のために手伝うよというOB の選手が結構出てきてくださっていますので、私たち OB は支えられたらというふうに思っております。現役時代は本当に長谷さん、ダンプさん、同期の、堀田をはじめ仲間だった尾崎、あとは、私の後ろにこの座られている後輩選手全員の名前を言ってしまったら、キリがないんですが、堀田晶の神輿を担いでくださいました。だから現在の、私がいると思っております。ですので本当に微力ですが、私は今度女子プロレスの神輿を担げる一人でありたいと思っております。以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは記念撮影に移ります。ソーシャルディスタンスを保ったままの記念撮影でございますので、この場で起立していただいた状態で撮影でよろしいですか。よろしいでしょうか。それでは10月1日の大会の概要を改めてご案内いたします。10月1日木曜日午後4時16時開場、17時午後5時試合開始。会場は台東区上野恩賜公園野外ステージとなります。チケットでございますが、エリアごとの自由席でございます。レッドエリア5,500円、ブルーエリア4,500円、イエローエリア3,500円の3席種となります。チケットの発売でございますが、本日8月27日この後午後6時18時より各団体のホームページ、仙台ガールズプロレスリング、ピュア J、シードリング、オズアカデミー、マーベラス、 T ハーツ、ウィメンズプロレスリングアッセンブル、各団体の公式サイトにて発売いたします。どうぞ皆様お買い求めください。以上をもちまして、ウィメンズプロレスリングアッセンブル記者会見を終了いたします。生配信ご視聴いただいた皆様、この後18時午後6時よりチケットが発売されます。どうぞお買い求めください。本日はありがとうございました。
落ちちゃいました。落ちちゃった。うん、落ちちゃった。これ飛びました。角田。